弁護士高石秀樹の中小企業に送る法律知識。こんにちは、企業法務専門弁護士の高石秀樹です。このコーナーでは弁護士であり弁理士の高石秀樹先生に中小企業の経営者の皆さんに法律の大切な知識をお届けしています。さあ今月はですね、労働法ということで賃金についてのお話をさせていただいていますけれども、高石先生、残業代どの企業にとっても非常に大きな問題ですよね。そうですね、近年大きな問題として取り上げられていますね、で前回のお話の中でその残業代を支払わなければいけない、労働法にある就業時間というのは40時間でそれを超えたものに関しては残業代の支払いが生じるなんていうお話もありましたけれども、そもそも残業となるその対象となる業務ですね、そういった案件どういった状況がその残業代支払いの対象となるんでしょうか。残業代の業はまさに業務なんですけど、ここでいう労働法でいう業務は要するに会社の指揮命令のもとで会社から言われて行っている、事柄ですよね。だからキーワードは指揮命令なんです逆に言うと指揮命令と関係ないことをしてる分にはそれは業務とは言えないんで、時間外労働の残業代に対象にはならないということですね、はい、例えばよく会社のメンバーで勉強会をやったりとか研修会をやったりっていうこともあるんじゃないかと思うんですが、それはじゃあ特別強制でなければ残業の対象にはならないということなんでしょうか。そうですね、この勉強会というのはよく問題になるんですよ、はい、結局業務に関する勉強会もしくは業務に関連する、法律なり経済なり技術なりを勉強会するんで、業務に関連はするんでしょうね、だから業務関連性というのはあるんですけど、先ほど私言ったように指揮命令があるかがポイントです、ですから本当に任意であればそれは業務ではない。ですから時間外に、会社が会議室を貸してあげたとしてももうだから残業代払えってことにはならないですよ。ただね、気をつけてほしいのは、例えばですよ、上司が、お前ら分かってないんだからちゃんと勉強でもしとけ、勉強会開けって言ったらこれ完全に指揮命令なんで、もう一見任意のように見せかけても上司にそのように言われて集まったってなるとこれは指揮命令下の業、すなわち時間外労働になるでしょうね。そうですか。勉強会がどのように発生しているのかというそこが重要なポイント。そうです、まさに今おっしゃっていただいた通り、勉強会がどのようなきっかけで始まったかが重要ですね。それは会社の中に限らず、例えば会社の外に勉強に行ったりとか行く場合なんかも同じような条件なんでしょうか。それは同じです。例えば英会話スクールとか、あとビジネスマナースクールとかありますよね、その時にやっぱり若手にマナーを学ばせるために研修に行け、金出してやるからって言うと、金出してもらってラッキーではないんですよね、まさに会社が行けって言ってるんで、その講義料を払ってもらうのは当たり前のことで、それは時間外労働なんだから残業代払えって言われると会社は拒めないですね。じゃあそれも残業という扱いになるわけなんですね。なりますね、ただもちろんね、会社の方も気を使って、注意してそれが任意であるように言ってもらうと、だからこのようなビジネスマナーは役に立つだろうから、もし行きたい人は会社が補助するよっていうように必ず任意で、そして行かない人が出てももうその人にそれ以上言わない、もうそういうことを徹底して任意にしておいてください。なるほどね、そこが大切だということなんですね。そうですね、はい、ありがとうございます。そしてもう一つ気になるのは、よく報道なんかでも管理職には残業代を払わなくていいというようなことをちょっと耳にしたりしますが、基本的には時間外に関しては残業代を払わなきゃいけないという、法律上のものがあるにもかかわらず管理職の方には払わなくていいみたいなことを聞きますが、実際どうなんでしょうか。
あの労働法上管理職には残業代は払わなくていいんですね。あ、いいんですね、はい、まさにあの管理する立場なんで、あの労働者指揮命令のもとにあの労働力を提供してその対価を得るという人たちではないので、残業代すなわち時間外労働の代金の対象ではないと、うん、だ逆に言うと指揮命令をするような人が管理職ってことになりますね。うん、難しいですね定義がね。でも、ええ、あの難しくて曖昧です。だから今までは、うん、おそらく会社はこの定義を有利に解釈して、うん、みんな残業代を払わないようにもう管理職をたくさん作っちゃうんですね、うん、そしたらお前は管理職だから残業代ないっていうような扱いをしてきたことも多いだろうなって思います、うん、それでいくつか裁判例があるんですよ。例えばあのマクドナルド事件っていうのは有名だと思うんですけどね、はい、うん、マクドナルドの店長、うん、彼は管理職なのかっていうと店長で、その店のマネージメント、うん、あとお金も、うん、あと人事、うん、そのバイトを雇う面接も全部彼がやってるんだから、うん、この店の中でも完全にトップなんですね、うん、あのマネジメント管理職かなと思う。そうですね、一般的にそういう風な印象になりますね、ですよね、はい、でマクドナルドとしてもこれ管理職として残業代払ってこなかったんですね、うん、で一昔前ならそういうもんかなって思われてたんですけど、うん、そのある店長の一人が、まあ、裁判を起こした。自分は本部に完全に指揮監督されていて、はい、本部の指示の範囲内でしか動けない労働者なんだということを主張したら、裁判所はそれを認めたんですよ、はい、だからその店長は労働者で残業代払わなきゃいけないということになりました。うーん、そのような事件がいくつかあって、最近はだいぶ固まっているのは管理職と会社が名をつけた、なんか名ばかり管理職っていう、なんかそういうキーワードもありますけど、うん、管理職と名がついてるだけじゃなくて本当に指揮命令をするような立場でなければ管理職として残業代を払わなくていいことにはならないよということですね。まあ、組織によっていろんな役職名なんかも違うかと思いますから一概には難しいかと思うんですけど、本当に指揮命令をする立場っていうと、まあ、普通、まあ、社長さんがいて部長さんがいてっていうところからいくとどのあたりだとそうなんですかね。それはもう本当に会社によるんですよね、はい、だ普通課長から役職ですけど、はい、普通の課長は裁判所の定義からしたら労働者ですよね、どう考えても。でちなみに社長あと役員は、うん、これ労働者じゃないんですね、そもそも、はい、なぜなら彼らはあの取締役として会社と委任関係であって、うん、労働契約じゃないですからね、うん、すると取締役ではないんだけど、うん、まあ、それに準ずるような指揮命令の権限を持ってる。だから部長の中でも人によるその定義によるってことになるぐらいなもので、ほとんどの人は労働者になると思いますけどね。そうなんですね、じゃあ管理職だから払わないっていうとだいぶその管理職の範囲っていうのは実際は狭いと。狭いんですよ、うん、はい、うん、それで私が前回お話もしたんですけど、管理職だから払わないっていう話ではない、うん、そうじゃなくて専門的高度な技術のもしくは事務を行っている人に対しては裁量労働のみなし時間制という制度を、まあ、就業規則で取り入れてやってる会社もありますね、はい、すなわち、まあ、一部のね、あの不定な時間で働いてる人とか、また高度な技術で働いてる人にはもうあなたの労働時間は8時間とみなすと、うん、そういうようなシステムを採用できることがあるんですね。そう決めてしまうと、もう極論すると10時間働いたとしても8時間とみなされてるんでね、はい、8時間ってなるわけですね、うん、ただ今の法律だとこれ制定するのに大きな障壁がある、だからなかなか認められないんですけど、うん、今国会で議論されてる新たなホワイトカラーエグゼンプションの関する立法は
まあ、大まかに言えば年収がある一定以上の人はもう専門的な知識を提供する人として働いているんだから、労働を時間で管理してもしょうがない、うん、まあ、成果で管理するということで、このみなし裁量労働時間制の対象にしていこうという動きがありますね。でそれが通るとまた就業規則の書き方も大きく変わるかなって我々は今思っています。うん、じゃあこういったいろんな制度が変わってくることによって、まあ、就業規則を変更するという会社も出てくると思うんですけれども、そもそも就職した時の就業規則と、じゃあ日にちが経ってくるとその会社の状況だったり、こういった法律が新しく変わったりですると就業規則も会社によって変更しよう、それによって不利益になる方も生じてくるとは思うんですが、そうですね、はい、それはその企業側としては一方的に変更って通知をすれば大丈夫なものなんでしょうか。ですね、あの前回少し話したところなんですけどね、はい、あのまず個別の合意があればもちろん OK なんですが、まあ、個別には合意しないと俺の給料を下げるなってことはもちろん思うわけですよね、はい、それに対して就業規則をどういう時に変更できるかは裁判所の観念から言えば、まあ、合理的であればいいってことなんですね、うん、でその合理的っていうのは例えば一方的に悪いんじゃなくて、あの労働者全体のためにはなるけど一部の人には不利益になってしまう。例えば成果主義賃金を導入したけど一部の人は賃下げになってしまう、それはやむを得ないんですよね、うん、あと定年を延長する代わりに賃下げしてしまう、うん、まあ、それも定年延長も今不可欠な要請なので、まあ、それはしょうがない、はい、ということもあると。あとは何といっても倒産しそうな時全員の賃金を下げるわけなんですけど、うん、まあ、それでも倒産するよりもはだいぶいいんでね、うん、まあ、そういうのも合理的と認められる、そういうような要件と、あとは組合の意見を聞く必要があるんですけど、合意する必要は本来はないんですね、うん、だけど組合と合意してるってことを言えばその就業規則の変更が合理的だと認められる一つの要素にはなりますね、うん、ですからそういう意味ではあの勝手に変更するって通知はできないんですけど、うん、合理的な内容であれば変更されてももう文句言えないんですよね。まあ、じゃあ変更する前にまずは弁護士の先生とかに相談してこれが合理的なのかどうかっていうのが一つ大切なポイントになるわけですよね。ええ、この裁判例がありますからね、はい、あの似たような事件でどのような場合に合理的と言われてどのような場合に合理的じゃないと言われたか、その辺をよく見極めた上で変更すると、うん、で無理してもしょうがないっていうことですかね。うーん、なるほどね、はい、まあ、あの日頃ね、仕事をしていて賃金っていうのはやっぱり重要な問題ですし、それに伴ってまあ就業規則が変わったりということもすごくあの労働する方からすれば大切ですし、企業を経営する方からすればそれによって、少しでも企業がよりいい方に動くこともあるでしょうし、非常に重要な問題だなというふうに思いますね。そうですね、はい、ということでこういったことに関してもその企業法務専門の弁護士の先生に相談をしながら進めていくとより具体的に、そうですね、はい、あのとにかく専門家にこういう相談をすることによって、専門家は私見を言うわけじゃないですからね、うんうん、あの裁判例をきちんと見た上で、まあ、裁判になるとこういう結果になると、まあ、そういう予測を教えてくれると、うん、で最終的に決断するのは経営者である皆さんだと、うん、そういうことになるわけですね、うん、はい、ぜひ参考にしていただいて今のね、労働条件、就業規則についてもう一度振り返っていただくのも必要なのかもしれませんね。この時間は企業法務専門弁護士の高橋秀樹先生にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。